この辺りか。怪しい男を見た場所ってのは。どんなやつなの？その怪しい男って。男が魔物を斬ってる姿、ビジョンオーブで撮影したやつがいるんだ。その映像を見せてもらったんだけど、体験を振り回す銀色の髪の男だったな。ビジョンオーブか。ところでさっきから気になってたんだけど、俺あんたらのことどっかで見た気がするんだよな。え、それはその、さーてどこで見たかな。考えてみようぜ。なんで考えさせちゃうのさ。かくなる上はバレる前に一撃で。何しようとしてるんだよミゼラ。気絶させるだけだから。それでもダメだってば。なんだ騒がしい奴らだな。どうしたのビジャス。お客さんだ、俺らにな。執行者。はあ、執行者がなんでこんなとこに。カナタ来る。分かってる、全力で行こう。こいつ本物だよな。ごめんリット、話は後で。ああもう分かったよ、やればいいんだろ。蹴散らせ、ガトツ召喚。真空破壊。せっ、えっ、はっ、弱着をつける。開いてみせる。まだまだ、ルーナ乱視拠点。せい、全然電撃あっただめ。受けたみだ、大全勝負。なんとか退けた。ああ思い出した、お前らダーチア村のトガ人か。通りで見たことあると思った。じゃあそっちは。ビシャス、トガ鬼って呼ばれてるらしいぜ。お前があのトガ鬼。ああ驚いた、
トガビトとトガオニか。そっか、そうだったのか。まあいいや、さっさと先に進もうぜ。え、いいの？いいって何がだ？だって俺たちトガビトで、だから。そんなこと言われても俺にはあんたたちが悪いやつには見えないんだよな。だからいいや。それでいいの？お前らのこと他の奴らがどう思ってるかより自分がどう思うかの方が重要だろ。少なくとも俺にとっては。すごい。あ、何が？そんな考え方できるものなんだ。すごいんだね、リットは。褒めても何も出ねえぞ。ほら、さっさと行こうぜ。暗くなる前に体験の男を見つけねえと。そうだね、ありがとうリット。みんな怪我しないでね。そこどいてもらうよ。蹴散らせ、ガトツショーを放つ。リット真空破壊。しないと。ビシャスって結構影薄いのかな。開口一番で喧嘩売れたいい度胸じゃ。ちょっと辛かせ。違うよ、そうじゃなくて。トガオニって呼び方はみんな知ってるけど、意外とビシャスの顔までは知らないでしょ。なんでかなって。ああ、そりゃあな、俺がずっとすげえからだよ。全然答えになってないと思うけど、誰かが罪の転映をするとその映像がビジョンセントラルに映し出されるだろ。んで、その映像を見た奴らが断罪を祈ってトガビトが生まれる。確かに、俺がカナタとミゼラの顔を覚えてたのは
ちょっと前にビジョンセントラルに移ったからかな。そうそう、つまりちょっと前だから覚えてるわけ。そっか、ビシャスはもうずっと前に執行を願われたトガ鬼だから。騎士団みたいなのや一部の物好きしか俺の顔なんて覚えてねえわけよ。人間なんて勝手なもんでな、正義ぶって人を裁くくせにすぐにそんなことは忘れちまう。自分が何に腹を立ててたのかも、誰を裁いたのかもな。所詮は一時の感情ってこった。無責任だね、なんか。まあそれでも執行者は忘れずガンガン襲ってくるし、安全じゃないって意味では変わんねえんだけどね。ずっとそうやって執行者と戦いながら生きてきたんだね、ビシャスは。大ベテランだし、お前らの大先輩ってわけ。せいぜい敬え。嫌です。邪魔しないで。気が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ。本当に鍛えるべきはビシャスの精神なんじゃ。あの村の人なのにみんなとは違うんだね。そのちゃんとしてるっていうか。俺はもともと漁師なんだ。だから不作だろうとあんま関係ねえんだよ。うん、いや今の嘘関係あるな。農作物が不作なせいでみんな食べ物に困っちまってよ。漁師の俺が人一倍働かなきゃいけなくなってるわけ。大変なんだね。しょうがねえんだけどな。この辺は魔物も多いし、狩りができるほど体動かせるのは俺しかいねえから。それにサボると口うるさい幼馴染にどやされるしな。みんな怪我しないでね。
どいてもらうよ。まだまだ来るな。乱周辺助ける。クーガー一閃。ヤッ美人電撃あしたため。炎よ燃え上がれ熱波天風陣。さあ行こう。終わらせよう。行くよみんな。終わらせよう俺たちの手で。全力だ。受けてみろ。尺をつける。いないね、体験の男。し、止まれ。いるな。すげえさっきだ。見て、あそこ。あ、すごい。あんな大きな魔物を一撃で。体験に銀色の髪。あいつで間違いねえみたいだな。待って、何か探してるみたい。ない。こいつも違う。どこだ。どこにあるんだ。なんか叫んでんな。困ってるみたいだ。あの、バカ殺されるぞ。誰だ。待って、俺は敵じゃない。何か困ってるんだよね。その、何かやってあげられることないかな。欠席を探している。血跡？この辺りの魔物の血の中から取れると聞いてきた。どうしても必要なんだ。その血跡が病に倒れて意識が戻らない幼馴染に薬を作るために。じゃあそのために、血跡を手に入れるために魔物を買っていたの？ああ、だが見つからないんだ。一体どこにある瑠璃色の血跡は。あんた瑠璃色の血跡を探してるのか？だったら場所が間違ってるぞ。そいつが取れる魔物が出るのはこの先の遺跡だ。何？知ってるのか、その場所。え？知ってるけど、でもそこ強い魔物もめちゃくちゃ多いし。だったら俺たちも一緒に行くよ。病気を治すために必要なんでしょ、その血跡が。手を貸してくれるのか。もちろん。うん、彼方ならそうすると思ってたよ。ああ、めんどくせえ。さっさと終わらせてえから、さっさと案内しろっつーの。リット、お願い。ああ、もう分かったよ。案内するよ。すればいいんだろう。ありがとう。俺、カナタって言います。あなたは？ベイクだ。